ただ浅いパリに我が日本のオスカルアンナ・ジュンがやってきました。オスカル次にオスカルに会う。ここはですね、ベルサイユ宮殿の横にあります路地ですけど、そこを借りて撮影隊が今ロケをしてるんですけどね。オスカルさんいるかな。あ、いたいた。さっきちょっと台本読ませていただいたんですけどね、アンドレとオスカルは親衛隊に追いかけられて一軒のうちに逃げ込むところなんですけどね。ここは宝塚の舞台ではなかったところですけどね。素敵ですね、やっぱりオスカルさん。パティ、乾杯。This is Japanese Oscar. How do you do? How do you do? Nice to meet you. 日本のオスカルを迎えて、カトリオーナの演技にも熱が入ります。もうもっとね、もう太くて、こういう感じでほら、こういう感じになります。踊るときはね、竹光で、中の竹野でこう踊ったですから、アンナ・ジュンさんのオスカルの、ね、写真をぜひ。こんばんは。アンナさんはね、実際に撮影現場までいらっしゃって、マッコールさんとお会いになって、パリまで参りました。どうですか、やっぱりそのご自分でね、ステージをやられた時と、それから撮影現場をご覧になると、映画ってのは違うなというところありました。そうですね、ロケ現場なんか、その昔のまま使ってあるんですよね、街角なんか。ああ、いいなと思いましたね、もう溶け込んじゃってね、人物が、その一緒にね。アンナさん、ご覧になってね、マッコールさんのオスカルっていうのは、アンナさんからご覧になってどうですか。批評っていうのはちょっと難しくなります。まだ見たばっかりですのでね、でも彼女本当に品があるし、この内面からこう にじみ出るものがね、画面にこのオスカルに出ていて本当にいいと思います。ステージでもですね、また映画の中でも多分マッコールさんもそうだと思うんですけれども、一度だけそのきらびやかな衣装を着る場面がありますね。あの時のその気持ちっていうのはどういうもんですか。私はね、白の衣装を着て出るときにね、本当に嬉しかったですね。その場面が一番好きだったんです。あ、やっぱりそうですか。それから大鳥さん、確かフェルゼンをやられて、それで今日もそのフェルゼンをじっくり見たいということをおっしゃってましたけれども、いかがですか、映画のフェルゼンは。やっぱり本当の生の男の人がやってて、やっぱり同じではありませんけど、でもすごく勉強になりました。やっぱりいろいろと、さっきも言ってたんですけどね、どんなことをね、素敵だって惚れ惚れしますか。ちょっと赤くなって、それから浅見さんね、はい、アンドレ、はい、イギリスの俳優さんですけれどもね、どうですか。そうですね、包容力があって男らしくて素敵だと思いました。それから浅見さんはやっぱりなんていうのかな、映画独特のね、スケールっていうか、その気候とか風土とかそういったものが入ってくるのに大いに期待してるっていうことをやっぱりおっしゃってましたけれどもね、ご覧になってどうですか。やっぱり映画だと思いました。映画、はい、なるほどね。はい、そのロケをするにあたっては大変なご苦労あったというふうに伺ってますけれども、やっぱり問題のベルサイユですよね。宮殿をその撮影許可を取るというのがもう本当にもう祈ってもどうしても取れるか取れないかなんてことは僕が決めることじゃありませんので、私はもうお願いするしかないということ、本当にラッキーに取れましてね、宮殿を取れたんで、この映画の価値はちょっと倍にも3倍にも上がってるんじゃないかと思いますけどね。本当に普段見られないところですからね。そうですね、ともかく世界に誇るベルサイユ宮殿ですから、世界に誇るベルサイユのバラになってますよ。ちょっと話が戻ります。そしてまたたくさんこういうインタビューは受けていらっしゃると思うんですけれどもね、この劇画をお書きになったね、意図って言いますかね、何を一番描きたかったんですか、池田さんとしては。いつもそうですけれどもね、その時代時代その時々の国の中で生きた人間そのものを描きたいと思いました。特にこの作品の場合はですから、マリー・アントワネットという非常に平凡で愚かで、そういった女性が、自分の分以上のなんていうのかしら、
身分っていうか運命の中に投げ込まれて生きていった様というのを描きたいと思ったんですよね。たまたま、そういうフィクションの人物の方がある意味では売れてしまったというと変だけれども、人気が出ましたけれども、元の狙いはそういうところでした。しかしその劇画の中でもですね、そのオスカルに非常に厳しい、なんていうのかな、試練というんですかね、さまざまなものをぶつけていって、そのオスカルの人生というものを大きくクローズアップしている、このあたりもやっぱり何か意図があるんじゃないですか。そうですね、ちょうどその頃、私も家庭を持ってまして、仕事をしてまして、そういった仕事を持っている女性の悩みみたいなものが非常に周りからひしひしとこう伝わってくるもんですから、そういう中でその例えば世の中社会に目を開いてね、生きていく女性っていうものの持つ悩みとか苦しみっていうものを少し書きたいなと思いました。そういう意味でオスカルにはいろんなことを言わせましたけれども、私の考えていることですね。ですから最終的に、原作の中ではオスカルはね、男として育てられてよかったというふうに父に感謝するシーンがあるんですね。もしそういうふうに育てられなかったら普通に当たり前に結婚して当たり前の女の生涯しか送れないけれども、非常にそういう意味ではそういう人生じゃない人生を見せてくれたことを父親に感謝している、その辺に、なんていうのかしら、ちょうど今の時代のね、女性の持つこう社会に対する意識みたいなものを少し書いてみたんですけれども、ちょっと話が難しくなりましたけど、そのオスカルをね、選ぶにあたって当然いろいろ考えられたと思いますけど、それであのマッコールさんに白羽の矢を立てたのは山本さん、あのね、もう本当に悩みましてね、ともかく1000人会おうと2000人会おうといないものはいないってわけですから、先生もね、パリまで来ていただいて一緒にロンドン、パリと、見ていただいて、もう本当にね、もうダメなのね、オーディションが始まるでしょ、で候補の人が入ってくるけど、私なんかもうね、ダメダメダメ話も聞かないでね、もう一目見てダメダメダメ、もうそのダメな人も合わせて一人15分ずつこのインタビューしてますからね、それで結果、ともかくこの人に会った時に370数名も見てましたかね、それでもう絶望的な気分になってる時には監督の勝手のその助手さんというかアシスタントディレクターが探してくれて、それである日そのジャック・ルミー監督のですね、自宅の書斎へ彼女を招き入れてオーディションやったわけです。で、非常にプライベートなフランクなオーディションでいろいろ話をしましたらですね、なんかこう恥ずかしがるんですね、彼女がとっても、その恥ずかしがり方がとってもなんかね、僕は嬉しいんです。なんかもうね、この人きっと頭がいいからこんな風に恥ずかしがるんだっていうのはね、そういう感じを受けて行こうと、さあそのオスカルの着ているあのミリタリールックですけれどもね、これはもう当然宝塚の時にも話題になりました。どうですか皆さん、こう後ろには着ているお嬢さんがいらっしゃるんですけど、またなんかこうファッションになりそうですね。そうですね、で、かわいいね、ちょっとやっぱり違いますか宝塚の時と。少し違いますけどね、デザインは。いや実はさっきもね、ちょっと街の中でこういうのを着た人を見かけたもんです。